こんにちは、ポコタと申します。シロナガス島への帰還12回目となりますが、今レイモンド卿の殺害について推理をしているところですね。これまでのところ見ていない方は概要欄にリンク貼っておくので、ぜひぜひ見てください。では続き始めていきます。確かにな、あるいは過去の犯人は過去の何らかの出来事からヒントを得たのかも。絶海の孤島、奇妙な鉄壁、熱くなった橋、炭化した死体、絶え間なく吹き続ける風、透明な殺意、いるはずのない人間。待てよ、わかった、わかったぞ、犯人の手口が。え、本当か?じゃあ一体誰が?ああ、俺の考えている手口が正しいのなら、犯人はあいつしかありえない。犯人は、あれ、いきなりもう犯人名指しするようなとこなの?犯人は?これは、ちょっと、いきなりだけど保存しといた方がいいかな。いや。待て、扉の外に気配がする。こんなタイミングで何言ってんだ?本当だよ。ごまかしてんのか?誰だ?そこで何をしている?うわ、本当に誰かいたのか?大ゾウネネコ。うわ、何また?なんで諦めてる?なんであんたたちそんなとこから出てくるのよ。びっくりするじゃない。ああ、そうか。今あれだよね。本来の池田の部屋の隣にいるんだよね。アキラ、今誰かこの場所から走っていなかった、行かなかったか?え?ああ、それなら今さっきジェイコブが走っていったけど。ジェイコブが?くそ、嫌な予感がする。何よ、また何か起きたってわけ?あ、こら、待ちなさい。おい、何かあったのか?ジェイコブが走っていったのが見えたぞ。やはり部屋の前から逃げ出したのはジェイコブか。だがだとすると奴の狙いは一体?リール、離れていろ。扉を開ける。ああ、わかった。鉄壁の留め具が外されている。奴はこの先か。おう、ジェイコブ。橋の中央にジェイコブ。その行く手を遮るようにして、ヴィンセントとアビ、二人の姿がある。あれ、何やってんだ?ねねこ、顔を出すな。ヴィンセントが銃を構えている。上、チューチュー?ああ。人が、勝った。やはり、あの生き残り。なんだ、はっきり聞こえないんだ。ジェイコブが二人に向かって何かを叫んでいるが、強風の音に遮られほとんど聞こえない。犯人、正体は。まさかジェイコブは犯人の正体が分かったのか。つまり、盗み聞きされた会話の中に、犯人を特定する情報があったということなのか。くれ、俺にはガール。なんか交渉してるね。ジェイコブと二人の間で交渉らしきものが取り交わされているようだが、その内容は相変わらず聞き取れない。だがそう簡単に連中が交渉に乗ってくるとは思えないのだが、嫌な展開が見えるぜ。このまま死んじゃう。ちょっとこれは一体何がどうなってるっていうの。騒ぎを聞きつけ、客室棟にいた皆が集まってきたようだ。リール、アキラ、ジゼル、アレックス、全員が集まっている。扉から離れろ。ヴィンセントが銃を構えている。とばっちりを食らうぞ。ヴィンセントは射線場に出ないようにしろ。わかったわよ。でもそれよりもこれは一体どういう状況なわけ?ジェイコブが銃を向けられてるって、どうしてこんなことになったの?ジェイコブが交渉材料を持って連中と取引をしてるって状況だ。だがまあ、俺の予想だと。まあ、これあれね、ネガティブな感じだね。ああ、撃たれちゃった。交渉決裂。何?今の銃声。どうなったの?ねえ。あまり愉快な光景じゃない。見ないことをお勧めするぜ。それにしても腰打ちでヘッドショット一発か。ヴィンセントは相当な腕の持ち主らしいな。腰打ちって何なんだろうね。ちゃんと構えずにっていうことなのかな。犯人に告げる。猶予は30分だ。それまでに例のコードを渡さなければ、我々は容赦せず貴様らを皆殺しにする。あ、なんかもうしびれを切らせたって感じなのかな。待て、
お前たちが欲しがっているそのコードとは何だ。探偵、部外者はあまり口を挟まないことだ。寿命を縮めることになるぞ。ということは何もしなければあれなのかね、生きて返してくれるのかな。そんなことないよね。ヴィンセントの銃口がこちらに動いたのを見て、俺はとっさに身を隠す。ほぼ同時に両側の鉄壁が止まり閉まり、客室棟と本館を再び分断された。猶予は30分か。あまりぼーっとしていられないな。もうこうなったら犯人 X に協力を求めるのは不可能だろう。俺が奴の正体を暴くしかない。部屋に戻るぞ。そこでこれからの動きを決める。そんな悠長なこと言ってる暇あるの。猶予は30分とか言ってたけど、そもそもコードって何、あいつら何を欲しがってるっていうの。まあ落ち着けよ。そいつを含めて考えるんだ。俺の部屋に集まってくれ。そこでこの話に決着をつける。決着ってまさか自分の頭を打つとかっていう類の話じゃないでしょうね。さすがの俺もそこまでの水強さはないさ。弾丸を打ち込むとしたら、こんな馬鹿げた状況を作り出して連中の頭に打ち込むさ。さて大詰めだ。ここで決着をつける。この中に犯人がいるっていうことだよね。ちょっと一回セーブしましょうか。あ、間違えた。もう誰が犯人なのかは分かっているはずだ。マジで。あ、なるほど。選べってこと。もう雰囲気で選んじゃおうかな。もう全く分かんねえんだけど、とか思ったけど。そうだね。ほっ。そうだ。犯人は奴しかありえない。リール。ちょっと協力してもらうことがあるんだが、いいかな。もちろん大丈夫だけど、協力してもらいたいことって何？何？本当にちょっとしたことだ。ねえ、一体これは何の冗談なの？私を縛り上げたりして、手が痛いんだけど。リール、お前が犯人 X だな。え？嘘。やっぱりこの女が犯人だったの？ああ、そうだ。まずトマス殺害時に関して、橋に何らかのトリックを仕掛けるチャンスがあったのは、リールとアレックスの二人だけだ。その時点で容疑者は二人に絞られる。そして次に、レーモンド卿殺害に関してだ。俺はレーモンド卿が不意に疲れた理由をずっと考えていた。だが答えが出なければ、出れば何のことはない。結局、鍵開けの技術を持った人間が鍵を開け、先に待ち合わせに指定した客室の中に忍び込んでいたというだけの話だ。この女が鍵開け？でもそんなことできるの？まあこいつウィザーズだもんね。実はこいつはこの島に潜り込んだ潜入捜査官でね、あらかたの技術は持ち合わせている。鍵開けの技術はもちろん、殺害スキルも一級品だろう。でもレーモンド卿殺害に関してはそれでいいとしても、トマス殺害のトリックは何だったっていうんだ。その方法が何だか分かったのか。もうそんな些細なこと関係ないわよ。今からこいつを締め上げて聞き出せばいいだけの話でしょ。ああ、その通りだ。さあリール、観念しろ。池田線、お前一体何を考えている。本当に私が犯人だと思っているのか。バカが、早まるな。犯人は別の人間だ。何よこの代わりを。やっぱり今までのは演技だったってこと。そうなんだよね。素は結構乱暴な口調なんだよね、この人。池田の推理は当たってたみたいね。池田、耳貸しちゃダメよ。本当の犯人ってのはいつもこういうこと言うって相場が決まってるんだから。ふざけるな。どうなっても知らないぞ。みんな殺されるぞ、本当の犯人に。ねねこ、悪いがリールを見張っておいてくれ。僕が、もうもっと他に適任がいると思うのだが。まあ確かに。残りの3人はこっちに来てくれ。今後の動きに関して俺に考えがある。考えがあるって一体どうするつもりなの。あいつを締め上げて情報を聞き出すとか、そんな話。誓いが不正解だ。これから犯人 X の正体を暴く。
は？一体何わけのわからないこと。キャッ。よし、押さえたぞ。お、そうきたか。あ、こいつ。アキラ、待て。リールは犯人じゃない。は？どういうことよ、それ。全く状況が飲み込めないんですが。今までの犯行から考えて、犯人 X はかなり訓練されたプロ中のプロだ。隙をつかなければ奴を無力化することは難しかっただろう。そのために一芝居打たせてもらったってわけだ。私が拘束された時は面食らったかな。作戦を耳打ちされて全て合点がいった。すごいな、あの中で耳打ちしたんだ。そんな風には思えなかったけど、神業だな。芝居を打った後、緩めに縛られた縄をほどいて背後からこいつを抑え込む。どうやらうまくいったようだ。そういうことは事前に僕にも言っておいてほしかったのだが、いきなりリールが飛び出したんで腰が抜けた。ねねこらしいね。だが池田、私は潜入捜査官だということまでバラしたのは余計だ。まあ内緒にしてほしいんだろうね、やっぱりね。まあそういうな、あれくらいのネタをかまさないと犯人 X は騙せなかっただろう。他に意識を集中せざるを得ないほどのネタが出てくれば、自然とリールの拘束に対しては意識が向かなくなる。そしてその賭けは当たった。これは何かの間違いではありませんか。私は犯人 X ではありませんし、誰も殺していません。随分と冷静じゃないか、ジゼル・リード。いくら訓練された従者でもこんな状況になれば多少は取り乱すものだ。この冷静さ、やはりこいつは臭いな。だが池田、こいつを犯人 X だと確信したちゃんとした証拠はあるんだろうな。まさか行き当たりばったりでこんな真似やったわけじゃあるまい。もちろんだ、今からそれを説明する。もう当たってればいいけどね。レーモンド卿、トマス殺害、そしてジゼルを犯人だと確信したその理由についてな。まずレーモンド卿殺害についてだ。レーモンド卿の死亡推定時刻は皆がこの島に訪れた1日目の深夜2時頃だ。だが食事会場にレーモンド卿が現れなかったこと、そして部屋に案内された直後、俺とアレックスが聞いた謎のうめき声から推測すると、レーモンド卿は1日目の正午前に客室棟で拘束された可能性が高い。それを裏付けるように隣の空き部屋からレーモンド卿のポケットチーフが見つかった。つまり犯人 X は隣の部屋を密会場所に指定し、そしてそこでレーモンド卿を拘束したということになる。ちょっと待ってください。わざわざ池田さんや僕の部屋に近い方の空き部屋で密会したってことですか。それっておかしくないですか。そこだ。俺はずっとその点が引っかかっていた。妙な場所への呼び出し、そして用心深いレイモンド教の拘束。犯人はレイモンド教の不意をつく何らかの方法を用いたはずだ。そこで俺は一度皆の部屋割りについて考え直すことにした。そうだよね、なんか前回もそういったこと言ってたよね。この部屋割りの指定、どうもちぐはぐな感じは拭えない。犯人 X がこの部屋割りを指定したのなら、この形には何らかの意味があるはずだ。部屋割りに意味、そんなものはあるのか。以前も話したように、客室の窓は外側からも開くようになっている。防犯上外から侵入者を想定する必要がない立地だからだ。犯人はそれを利用した。犯人はレーモンド卿が部屋に入るよりも早く窓から忍び込んだんだ。ああ、そのすり当たってたんだ。レーモンド卿が決断した理由の一つは、鍵を配り終えたアビーに部屋の前を監視させていたためだろう。アビーから部屋には誰も入ってないと報告を受けたレーモンド卿は、油断したまま部屋に入り、先に忍び込んでいた犯人 X に拘束された。待て、この島は常に強風が吹き荒れる場所だ。外から簡単に忍び込むことはできないはずだ。これもなんか前回言ってたような気がするね。風強いのにみたいな。可能性があるとしたらロープを使っての懸垂加工だが、本当にこいつがそんな真似をしたというのか。この件に関してはネネコの力を借りる必要があるだろう。僕?ネネコはレイモンド卿が拘束された時間帯、窓から落ちかけていたよな。ああ、なるほどね。してたね、確かに。その時の光景をもう一度思い出してほしい。
客室棟の外にロープのようなものが垂れていなかったか。もう僕にあの恐怖の光景を思い出せというのか。鬼畜すぎるその目がね、目がもうほんと鬼畜見てるような目だね。力が乗らないけど仕方がない、ちょっとだけだぞ。確かに壁に沿ってロープみたいなものが垂れているような。でもロープが壁と同じ色っぽくてよく見えない。うわ、落ちる落ちる。すごいリアルに思い出してるすごいね。大丈夫だ、ちゃんと床に足はついている。ふうふうふう、もう二度とこんな真似しないからな。なるほど、確かにロープを使って忍び込んだ可能性はありそうだな。待て、だとすると犯人はレイモンド卿が拘束された空き部屋の真上の客ということになる。だがそこはジェイコブの部屋だ。ジゼルが犯人であることと整合性が取れない。確かにレイモンド卿の上はそうだね、ジェイコブね。ジゼルはその隣だもんね。ジェイコブは犯人の有力候補、確かにそう思える。だが俺はその後ある一つの要素に思い当たった。ある要素？風だよ。わずかにでも窓を開ければ落ちてしまいそうになるほどの強風ねね、このあの場面。この島の風は向かって右から左に強い風が吹いている。懸垂加工を行っても体は左に大きく流されることになるだろう。犯人はそれを経験で知っていた。そのため真上の部屋ではなくその一つ右にずれた部屋を指定したんだ。もう経験したことがあるんだ。逆にあの風を利用した。確かに常にあれほどの強い風が吹いたのであれば真下に降りるのは難しいかもしれない。あの風の強さから考えるとそうだな。浴室の窓から降りて一つ横の客室右側の窓にたどり着く形が距離的には理想か。すごいね、一瞬でリールはそこまでの判断ができるんだ。ちょっと待て。だけどその理屈なら真上の部屋の右の窓から降りて下の部屋の左の窓にたどり着くことも可能なんじゃないか。確かにその可能性は残る。だがこれで犯人像が絞られた。ジェイコブかジゼルか。それにこいつは推測だが、おそらく犯人は過去の経験で浴室の窓から降りて右の窓にたどり着く形がベストであると知っていたんだと思う。過去の経験？そう、それが気になるね。過去なんかあってな。ともかく今は次の事件、トマス殺害について考えることにしよう。ネネコとアレックスの証言から橋の上に何らかの熱を持った物体があったことまでは分かった。そうだね、橋の上なんか暖かいとか言ってたもんね。では一体そこには何があったのか。そしてジェイコブが俺に伝えた透明な殺意というキーワード、犯行時刻は正午、そしてトマス自身はその異変に気づかなかったという状況、それから導き出される答えはエタノールの燃焼だ。エタノール？犯人はエタノールを橋に巻きそれに火をつけたんだよ。ああ、なんかね、貯蔵庫かなんかに、なんかすごい、なんだろう、アルコール度数高いのとかあったもんね。エタノールといえば確か貯蔵室には大量のスピリタスがあったな。スピリタスの度数は95度から96度、ほぼ純粋なエタノールと言えるだろうけど、でもちょっと待ってください。橋にそのお酒が巻かれて火がつけられていたとしても僕が橋を通った時には何の異変もありませんでしたよ。ジゼルさんが犯人だとするとおかしなことになりませんか。僕にはジゼルさんには火をつけるチャンスがなかったように思えるんですが。忘れ物を取りに戻るとか、火はジゼルが手帳を取りに戻ると言って引き返した時につけられ、そしてそれからずっと燃え続けていたんだよ。アレックスが橋を渡った時もずっとな。僕が橋を渡った時も。このトリックで重要な要素は犯行が行われたのは太陽が真上に来る正午であるという点だ。純粋なエタノールの燃焼は日光下では視認が難しくなる。そのためアレックスも炎の存在に気づかなかったんだろう。ああ、そんなことあるんだ。これが透明な殺意の正体だ。それに皆も知っての通り、あの橋は水はけも悪い。スピリタスを巻かれていてもそれは単なる水たまりのようにしか思わなかっただろうし、スピリタス自体も長時間橋の上に残留したはずだ。だとしてもなぜトマスさんだけあんな火傷を負うことになったんですか。
僕もトマスさんと同じようにして橋の上を通ったんですよ。トマスが焼死まで及んだ要因はいくつかある。まず一つ目はトマスの着ていた服が引火しやすい浅地のスーツであったことだ。だがそれよりもこの殺害方法がうまく考えられていた点は他にある。うまく考えられている点？それがあの鉄皮だ。なぜ犯人 X は犯行が露呈する危険を冒してまであの鉄皮を閉めることに執着していたのか。つまり逆に言えばあの鉄皮を閉めることがトマス殺害に必要不可欠な要素だったということだ。あれが必要って、あ、もしかしてあのハンドル？正解だ。鉄皮のハンドルを回すトマスは必然的に炎の上に立ち止まることになり、炎はトマスのスーツへと引火した。あ、そうか。僕は客室棟の方から鉄皮を開けて一瞬その透明な炎の上を通っただけだったから服に燃え移らなかったんですね。って言っても下手をすれば僕もトマスさんと同じように。待て、その話だけでは納得できない。エタノールの炎がスーツに引火しただけではあれほどの大火傷を負うということはどうにも考えづらい。その点はどう説明する？それはトマスになって想像してみればわかることだ。鉄皮を回していたトマスは不意に足元に高熱を感じる。炎がスーツに引火していることに驚いたトマスは慌ててその火を消そうと行動する。その時扉の先にあの花瓶が見えた。花瓶？ああ、はいはいはい、あったね花瓶。待てよ、まさか犯人 X がトマスの行動をあらかじめ予想して花瓶の中にもスピリタスを仕込んでいたということか。すごいね、想像はね。想像というか予測が。そこまで読んでたってこと？随分とえぐい真似をする。だが確かにそれならあれほどの日焼け度を負ったのも頷けるな。ああ、それは頭からかぶっちゃったってことかな。トマスは花瓶の水で火を消すつもりだったが、その行動は逆に犯人 X によって焼身自殺へと変わってしまった。さて、ここまでの推理には間違いはないかな？ジゼル。興味深い話ではあります。ですがそれらはいずれも推測の域を出ない話のように思えます。そうだよね、確固たる証拠っていうにはちょっと、なんだろう、状況証拠的な感じもするよね。確かにそのように行動すれば私にも犯行は可能でしょう。ですがそれだけで私が犯人だと断定するには根拠が弱いのではないでしょうか。どこまでも冷静な感じが、ある意味好感が持てるね。客室棟の外に垂らされたというロープの証言は曖昧ですし、ハリントン様殺害のに関してのトリックは私以外の方々にも実行可能なように思えます。確かにな、ロープに関しての証言は頼りないし、トマス殺害のトリックが判明したとしてもそれをジゼルが実行したと断定することまではできない。それにジゼルが犯人だとすると同時に共犯の可能性という大きな問題が生じるぞ。従者であるジゼルが犯人ならその主のアキラも共犯の可能性がある。この問題をどう解決する？何よ、さっきから勝手に話を進めて。だから私もジゼルも犯人じゃないって言ってるでしょ。犯人は間違いなく別の人間だってば。と言っているがどうする気だ。何か決め手はあるのか？そう、そこでは俺はもう一度原点に立ち戻る。そもそもなぜ犯人はこんな奇妙な殺害方法を思いついたのか。思えば妙な話だ。殺害するだけならもっと別なスマートな方法がありそうなものなのに、なぜ犯人はこんな殺害方法に固執したのか。考えられる可能性は一つ。犯人は以前よりこの方法を知っていた。なんかジェイコブも気になるようなこと言ってたよね。知っていたってこの奇妙な殺害方法を見たことがあるってことですか。そうだ、ジェイコブは以前俺に向かってトマス殺害の方法には覚えがある、犯人は女という奇妙な断定を伝えていた。だがなぜかそのくせに奴は具体的な方法は語ろうとはしない。犯人は女、まあ集まった人間全員女っていうね、女性しか残ってないっていう。そこで俺は考えた。もしかすると犯人は過去にトマス殺害方法と同様のリンチを目撃した、あるいは体験した人物なのではないか。そしてこれらの殺人はその過去の復讐なのではないかという可能性だ。
そうであるのならば、こんな奇妙な殺害方法を選んだことも、ジェイコブが犯人を女と断定し、その話を語りたがらないことも全て辻褄が合う。なるほど。だが、こいつが島の生き残りだとして、それを証明する方法なんてあるのか。また、明らか共犯でないという証拠は？ジゼルが犯人か、そして明らか共犯であるか否か、明らの話を検証すればおのずと答えが見えてくる。まず気にかかったのは、ジゼルはアキラと一緒に風呂に入りたがらないという話だ。ほうほうほう。この話は従者としてのジゼルが遠慮しているだけの何でもない話のように思える。だが先の話を思い返すと、これには別の意味が隠されているように思えた。つまりジゼルがアキラと一緒に風呂に入りたがらないのは、その体に火傷の跡があるからではないか。何バカなみたいなこと言ってるのよ。そんなこと。そして次に俺は、アキラの証言、トマスの死体を発見した時、ジゼルがアキラを扉から遠ざけたという証言に注目した。なんか知ってたってことかな。何気ない行動のようにも思えるが、これは全てのロジックが積み上がった後では全く違う意味を持つ。アキラたちが橋にたどり着いた時、まだ橋の上には炎が残っていたんだ。鉄壁を開ける時、そのことに気づいたジゼルはとっさに扉のそばからアキラを遠ざけた。巻き込みたくないとかってことなのかな。俺の予想が正しければ、きっとジゼルの足には古い火傷の跡、そしてそれとは別に新しい火傷の跡があるはずだ。もしもそこに火傷の跡があったなら、アキラが共犯者である可能性も消える。仮にアキラが共犯者なら、そんな不利になるような話をするはずない。もう私は今手が塞がっている。アレックス、ジゼルのストッキングを破いて足を見てくれないか。僕がですか？わかりました。ジゼルさん、ごめんなさい。おう。あります。確かに古い火傷の跡と、新しい火傷の跡が。今私も確認した。かなり古い熱傷痕と、新しい火傷の2つ。こいつで決まりだ。ジゼル、いや、犯人 X、 これでもまだ自分が犯人じゃないとしらを切るつもりか。そんなねえ、嘘だと言って。ジゼル、まさかそれほどに薄い根拠の証拠の積み重ねでこの真実にまでたどり着くとはな。浮き出せん。どうやら私はお前を見くびりすぎていたようだ。それまでの口調と一変したそのジゼルの言葉に皆は一斉に息を呑む。ジゼル、お前は本当にこの島の生き残りなのか。どうして連中を殺した。やはりそれは復讐だったのか。お前に説明したところで事の本質は理解できないだろう。私はこの島、白流す島に全てを奪われた。私が殺した連中は皆万死に値する最低の男たちだ。奴らを殺したことに一切の後悔はない。心残りがあるとすれば、それはジェイコブ・ラトランドを私の手で殺せなかったってことだけだ。ジゼル、屋敷の連中は何を欲しがっている。お前が持っている交渉材料は何だ。それは私が全てをかけて残した唯一の希望、復讐のための最後の切り札だが、連中にとってはこの世界を支配しうる道具にもなるだろう。もしかして白のガス島の悪魔かな。世界を支配する、そいつを渡せ、ジゼル。断る。私の復讐は私だけで完結させる。お前たちには邪魔をさせない。貴様、自分が置かれている状況が分かっているのか。私はそう甘くないぞ。どんな手を使ってでも。それは私のセリフだ。アウロラ。アウロラ。なんか今呼んだ？もしかして。今の声って。なんだと。こいつは例の、なぜこいつがここに。アウロラなの？白長そのハムが。あんなに可愛い女の子だったような気がしたけど、だいぶなんか泥人形みたいになってるね。こいつが白長そうな悪魔。ダメだアウロラ、今はこいつらを食べている暇はないの。
私を外に連れ出して。あ、言うこと聞いてくれるんだ。行かせるか。動くな。あまり無茶な真似はしない方がいい。さもなければ皆この場で死ぬことになるぞ。どういう意味だ。お前たちへの手土産だ。慎重に扱えよ。奇跡のような知識と強運があれば生き残ることができるかもしれない。な、ジゼル、ねえ、あなたが本当に殺人犯だったの？私とあなたとの関係は全部嘘だったの？ジゼル、ジゼルも言いよどんでる感じ。ああ、全部嘘さ、全部嘘。私には嘘しかないんだ。本当にそうなのかな。そうじゃないと信じたいね。キャッ。あ、待て。ジゼルがアキラを引き寄せ、そのまま化け物が二人を抱え窓の外へと姿を消す。窓に駆け寄り外の様子を探ると、わずかに本館へと向かう化け物の後ろ姿だけが見えた。ああ、なんか地下にでも逃げたのかな。ダメなら逃げた。もうすでに本館の方まで行ってしまったようだ。バカな。女とはいえ人間二人を抱えて手がかりもないこの断崖絶壁を渡ったのか。あれがこの島で開発されたという化け物、白長ストーン悪魔か。なぜジゼルはあの化け物のことをアウロラと呼んだんだ。俺の記憶の中にあるその名前の彼女の名前は彼女のもののはず。クソ、どうなってやがる。あの、お取り込み中失礼します。ジゼルさんが残したあのバッグなんですけど、 なんかものすごく嫌な予感がするんですけど、あれはそのまま放っておいていいんですか？やつは随分と大層な捨て台詞を吐いてあれを置いていたようだが、あの中身は爆弾か。その可能性は高そうだ。だがこの状況でバカ正直に爆弾を解体するようなやつはいない。アレックス、ネネコ、すぐにこの場を離れるぞ。それがネネコさん、さっきので完全に腰が抜けちゃったみたいで。やだなネネコ。あと僕の方もちょっと気分が悪くて足が震えてて。まあ、アレックスも女の子だもんね。これは本当に冗談じゃなくて、足に前例が力が入らなくて立てない。あの化け物だけは本当に無理で、ごめんなさいごめんなさい。くそ、仕方がない、俺がおぶって。電話だ、誰からだ。池田、放っておけ。今はこの場を離れる方が先決だ。おそらくこれは奴の足止めだろう。なんか不安だからセーブしよう。いや、このまま離れるのは嫌な予感がする。俺も嫌な予感がする。この電話取った方がいい。誰だ。池田、外に出ちゃダメ。その声はアキラか。無事だったのか。外には爆弾が仕掛けてある。だから出ちゃダメ。落ち着け。ジゼルはどうした。爆弾ってのは何だ。ジゼルは私を置いていった。でも今はそんなことよりも爆弾の方が大変なのよ。ジゼルはあの鉄壁に爆弾を仕掛けたの。だからあの扉を開けちゃダメ。鉄壁に、そいつは確かなのか。四角い箱みたいなやつだったと思うわ。ジゼルがこの扉を開ければ爆発するってそう言ってた。アキラ、今どこにいる。食事会場、そこの内線からかけてる。ねえ池田、私怖い。一体これからどうしたらいいの。もう何もわからない。大丈夫だ、心配するな。すぐにこの問題を解決してそっちに向かう。それまで明かりを消して物陰に身を隠している。待って、切らないで、お願い、怖い。切らないとね、こっちも行動できないからね。これ以上電話で話をするのは危険だ。身を隠すんだ。いいな池田、あまりいい話ではなさそうだな。ああ、アキラの話だとどうやら鉄壁の外に爆弾が仕掛けられているらしい。ジゼルの大見栄と合わせて考えると、どうやらこいつを処理するしか生き残る方法はないようだ。リール、爆弾処理の経験は。一応一通りの知識はある。私の知識は爆弾を設置する方だが、対応は可能だろう。もう頼もしいね。解体に使える工具も持っているが、これは本来破壊工作用のものだ。過度な期待はしないでくれ。十分だ。ネネコ、お前はアレックスと一緒にアキラの部屋に行け。この爆弾が爆発しても一番距離が離れているその部屋ならなんとか助かるかもしれない。いや、僕もここに残って手伝う。
化け物を見て腰が抜けるようなやつがか。無理をするな。おとなしくこの爆弾から一番離れた場所に移動しろ。一緒じゃないか。池田たちが死んだら僕たちだけが生き残ってもどうしようもないんだし。それに僕は相棒だからな。爆弾についての知識はないのかな、ねねこ。こいつなかなか言うようになったな。いいだろう、ならば手伝ってもらおうか。うーわー、あの僕は離れた部屋に行ってもいいですか。イラつくやつだな、アレックス。お前男だろ。こんな小娘のねねこが残るんだから、お前も意地を見せろよ。残って手伝え。ね、アレックス女の子だからしょうがないね。実は僕女なんですけど、ここでカミングアウトしてるんだ。つまらん冗談だ。次そんなバカなことを言ったらお前の方から解体してやるぞって。すごい返し方だね。まあ、うん、信じてもらえないっていう。お、本当なのに。どうやら一蓮托生ってことになりそうだな。いいだろう、役者は揃った。爆弾処理を開始する。さすがに緊張するな。こいつを目の前にしただけで嫌な感じが猛烈に伝わってくる。さて、まずはこのバッグを開けないと始まらないわけだら、どうする？え？何？もう一回セーブする？素直にこのままこいつを開けても問題ないのか？問題終わりだ。最初の難関が爆弾を開くときなんだよ。仮に光センサーの類が設置されていれば、外光が入り込んだ瞬間にドカンだし、他にもいろいろなセンサーが設置されている危険性がある。といっても、このままポカンと眺めているわけにもいくまい。まずはこのバッグを開けないとどうしようもないだろう。そうだね。眺めていてもね、しょうがない、確かに。それにしてもこのバッグ少し変わった形状だな。普通の荷物入れとは違うように見えるが。確かに、四角い形状でデザイン性もないし、普通の手提げカバンとは様子が違うようだな。そのバッグ、スーパーサーモス社製の保冷バッグだと思う。外気を遮断して、ずっとひんやりなので評判がいい。あ、これはもしかして役に立つ情報じゃない？保冷バッグか。そいつは臭いな。わざわざ保冷バッグを選んだことには何か意味がありそうだ。例えば内部に温度センサーが設置されているとかか？その可能性はありそうだ。温度センサーだとすると、急激な温度変化があった場合に爆発するタイプか。今はあいつらが山道を破ったせいで、室温がかなり下がっている。このままバッグを開けたら爆発する可能性は高い。だとするとどうする？エアコンをガンガン回して室温を上げるか。いや、それともこの保冷バッグの中がどれくらいの温度なのかがわからない以上、センサー自体を殺した方が確実だ。温度センサーはおそらく金属製の長い棒状の装置のはず。そこから伸びている配線を切るんだ。切るんだって俺がやるのか。なんかそんな雰囲気だね。正直私は爆弾解体の実践を初めてだ。恥ずかしい話だが、手に震えが来ている。見たところ池田の方が的確に処理できそうだ。頼む。いいだろう。ではまずこのバッグのジッパーを開けるぞ。外気が入り込まないように慎重にな。めちゃくちゃ普通に開けた気がするけど。池田、お前慎重って意味分かってんのか？死ぬかと思った。やっぱり、すごいね。ウィーンって開けたもんね。生きてるのなら問題ない。次は温度センサーだ。いいか、もしも本当に温度センサーがあるのなら、猶予はカバンの上部を開けてから5秒程度しかない。手早く処理するんだ。センサーの配線以外の場所は絶対に触れるなよ。振動センサーが反応する可能性がある。金属の棒状のセンサー、それから伸びている配線をこのニッパーで切断。いつの間にニッパーを。他の箇所には絶対に触れない。いいだろう、こっちの準備を。大丈夫だ。よし、じゃあ行くぞ。と、いきなりこれか。びっくりした。いきなりね。やったか。どうやらうまくいったようだ。危なかったな。やはり温度センサーが設置されていたようだ。事前に予想していなかったら間違いなく死んでた。ひぃ、もうやだ。いや、俺もやだ。いや、やっぱり怖くなってきたんでどっか行っていい？ついさっき大見え切ったくせに志の低いやつだな。いい加減覚悟を決めろ。上と下から内容物が漏れ出しそうなんだけど。すごいな。年頃の女の子が言うような言葉ではないけど。僕もいっそのこと気絶してしまいたい。しっかりしろ。これからが本番だぞ。左の温度センサーは今殺した。中央のボックスにカウンターと電光板、点キー。右のボックスは開けてない、見ないと様子がわからないな。確かに。それで中央と右のボックスは、
赤、青、黄のラインで接続されているようだ。こいつはかなり高度な爆弾だ。とても一筋縄ではいきそうにないぞ。え、マジか。Let the game begin. うわお、ゲームを始めようってか。くそ、随分と舐められたもんだな。どうやらこれも連中をなぶり殺すために用意されたもののようだな。ジゼルメ、なんてひどい性格だ。あいつ、猫かぶってたな。お前もだよ。それをお前が言うかね。うえ、嘘。ともかく残り時間は5分。それまでにこの爆弾を解体しないとドカンだ。次はどうすればいい？振動感知器を無効化する。上の方に円柱形の装置が見えるだろう。ああ、見える。中にある十字の金属棒がゆらゆら揺れているな。それが振動感知器だ。このバッグがわずかにでも揺れれば金属棒が円柱の内側に接触し爆発する寸法だ。単純な構造の装置だが油断はできない。こいつを無効化するには円柱の中の硬化剤で固めてしまえばいいんだが、あいにくとそんな都合のいいものは持っていない。ならばどうすればいい？硬化剤じゃなくとも粘度の高い液体なら流用可能だ。部屋の中からそいつを見つけ出してくれ。粘度の高い液体ね。例えば蜂蜜のようなものか。あまりゆっくりしている暇はない。早速探すことにしよう。頼んだぞ。私は硬化剤を注入するための準備をしておく。液体の方はみんなで手分けして探し出してくれ。ほう、時間が。というわけで話は聞いたな。俺の方でも探してみるが、二人も粘度のある液体を探してほしい。うわ、二人が部屋に残っててよかった。わ、わかりました。プレッシャーかかるな。よし、探索開始だ。この中なんかないの？スーツケースか。もしかしてそのスーツケースの中に使えるものが入っているんですか？いや、中身を思い起こしてみるが、使えそうなものは入っていないと思う。残念です。じゃあ、早く他を当たりましょう。あ、そうだな。あれじゃない？風呂場じゃない？バスルームか。確かにこの部屋の中よりは可能性が高そうだな。行ってみよう。石鹸じゃん？なんかここら辺の。待てよ、こいつなら使えるかもな。あ、ハンドソープか。確かにこれなら粘度は結構ありそう。おそらくこいつで大丈夫だろう。リールの元に戻るぞ。いけるか？戻ったぞ。こいつならどうだ？なるほど。ハンドソープか。確かにこの粘土ならうまくいきそうだ。針を外した注射器にこいつを入れて、よし、できたぞ。慎重にゆっくりと筒の中にハンドソープを入れるんだ。頼んだぞ。え？慎重にね、了解。おう、よし、うまくいったぞ。これで多少の振動なら爆発することはなくなった。ふう、なかなか肝が冷えるな。しかし振動を感知しないのならこのまま窓から投げ捨てればいいんじゃないか。それはお勧めしないな。この振動センサーとは別に加速度センサーが内部に組み込まれている可能性がある。いや、あの女ジゼルならきっと組み込んでいるだろう。私たちに残された可能性はこいつを完全に解体することだけだ。ふう、覚悟を決めて最後まで取り掛からないといけないってわけか。途中危険はなし。そういうことだ。さあ、次にかかるぞ。今のところ中央のボックスは得体が知れない。まずは右のボックスからだ。内側に4つのネジが見えるだろう。そいつを外すんだ。よかった。今回は簡単そうだ。ところがそうとも言えない。ネジを外す順番を間違えたらドカンっていう可能性もある。なんだと？じゃあどうすればいい？そうだな。左下右上。え？左下右上、左上右下。左下右上、左上。左下、難しいな。左下右上。そいつは勘で言っているのか。こいつは爆弾設置のスペシャリストとしての勘だ。もしもお前自身に興味があると思うならお前の考える順に外してもいい。決断を任せる。責任重大だな。いいだろう、ネジを外すぞ。くれぐれも他の箇所には触れるなよ。頼んだぞ。え？左下？よし、外せたぞ。やはり読みは合っていたようだな。次は右上のネジか。一応断っておくが、これも確信があるわけじゃない。最後の選択は任せる。了解。ひどいな。じゃあ次こっち行くか。助かった。よし、次のネジだ。こっちかな。よし、大丈夫だ。頼りになるぜ、リール。おだてても何も出ないぞ。ネジはあと一つだ。こいつは問題ないな。いや、このネジだけはどうにも気にかかる。このネジは時計回りに回せ。時計回り、つまり逆方向にネジを回せってことか。なんでそんなことを出動するか。ネジの回す方向によって起爆するトラップがある。このネジにはそれが仕掛けられている。そんな気配がある。それも得意の勘か？それとも何かの根拠があってのことか？右下のネジの頭だけはわずかに摩耗の度合いが強い。これはネジの回転による起爆をテストするために、ネジ穴が削られた可能性が高い。だがこれも勘だ。信じるか信じないかはお前に任せる。ネジを回す方向か。逆方向にじゃあ回そうか。よし、反対方向に回すぞ。大丈夫なのか？神様。神頼みはよせ。池田の選択を信じよう。
ネジがかなり硬いな。よし、外せた後、やはり逆向きで正解だったようだ。よし、慎重にプレートを外せ、ゆっくりとな。助かった、やはり逆方向で正解だったようだ。逆方向に回すと配線が切断されて起爆するトラップが仕掛けられている。間一髪か。しかしこいつはまた厄介そうなの出てきたな。おそらく左上のアクリル板の下にあるボックスがこの起爆装置の大元だ。あれにつながる配線を切断すればこの爆弾を停止することができる。下の右下に伸びている。ああ、右下のボックスか。ああ、なるほど。時間ないですか。時間ねえじゃん。読んでると時間ないね。リトライ、リトライするしかないじゃん。もう。これちょっとよ、ああ、戻ってくれた。うん。それに巻き込まれる未来が見える。うん。なんか現実に起こったような気がする。いや、見えた。もうそんな不吉なこと言わず、早く始めましょうよ。心配性な奴らだな。大船だ。大丈夫だ。大船に乗った気でいろ。まずは温度センサーの解除だからだったな。うん。じゃあちょっとここら辺は、乱暴に。いや。ちょっと、早送りっていうか、読んでるとね、なんか、時間なくなっちゃうんで。さっさっさっと進めていきます。ね、普通に読んでてもなんかね、ないような気がするけど。はい。今、配線のところまで戻ってきました。お。正解だったようですね。やっとこう言ってる意味が分かったんで、今冷静に切ってるところです。うん。ここは難しいな。微妙なところなんだよな。これかな。お、どうやら正解を切れたようですね。よかった。よし、これで右のボックスは大丈夫だ。あとは中央のボックスだが、まだなんかあんの ?1 たす1は?なんだこれは。リル、一体どうなっている。わからんが、奴の悪趣味な思考の一つなのかもしれない。答えは天気キーで打ち込む形か。実に馬鹿げているな。馬鹿正直に正解打ち込んだら土管という可能性もある。いや、これまでに見てきた殺害方法から考えて、奴は苦しむだけ苦しませて殺すというやり方を好んでいる。おそらく正解を打ち込まなければ解除できないだろう。確かにその可能性は高いかもな。点キーで数字を打ち込み、エンターで確定すればいいようだ。1たす1か。さすがの池田もこんな問題は楽勝だよな。当たり前だ。答えは3だろ。冗談だ。そんなに怖い顔をするなよ。冗談言っていい時と悪い時があるわ。本当に間違えないでくださいよ。答えは2ですからね。わかってる。冗談の通じない連中だな。じゃあ数字を打ち込むぞ。本当にいいの?なんか怖いな。2? エンター。これは正解ってことでいいんだろうな。生きているんだから正解ってことだろう。なんかブーって言ったけどね。しかし一体いつまでこんな真似を続けないといけないんだ。これだとキリがないぞ。確かに現状だと奴にもてあそばれてる感が強いな。このまま全てがトローに終わって時間切れなんてことがなければいいんだが。またかい。おお、これ厳しいな。また次の問題か。放送来たか。なるほど。リール、ビチッと答えてやれ。わかんねえって話だよね。私に振るな。これってもしかして三角関数の積分問題ですか?ごめんなさい。僕数学はあまり得意じゃなくて。まあそうだろう。アレックスの年齢だとこの問題は難しいのも当然だ。リール、大人のお前がいいところ見せてやれ。だから私に振るな。というかお前もわからないんだろ。お前が答えてみろよ、池田線。ああ、俺は答えわかっているんだが。お前に花を持たせようとするこの親切心がわからんとはね。耳にくい争いすぎる。どう考えても答えは2だろ。頭悩ますような問題じゃないぞ。さっさと打ち込んでくれ。こんなアホな理由で死にたくない。さすがね、猫。すごいな。よし、2だな。でかいさぞね、猫。やっぱり分かってなかったんじゃないか。まあいい、打ち込め、このバカ。すごいな、正解か。よかった、まだ来ている。ね、猫がいて助かった。しかし、これじゃ本当に堂々巡りだ。中央から右のボックスに向かっている3つのコードのうち、どれかを切れば解除できるのかもしれないが、何のヒントもない状況じゃ、博打すぎる。だがどうやらその博打をしないといけない状況になりつつありそうだな。しかしこの手の定番といえば赤と青のコードだろう。黄色を含めた3色になっているのは何かの意味があるんだろうか。別に意味なんてないだろう。意味があるとすれば単に成功確率を低く精度だ。それとも信号機か何かでイメージしてるのかな。いや、赤、黄、青、何かこの色に関する話聞いた覚えがあるんだが。
ん、待て。カウンターがストップしたぞ。よかった。これで解体完了ってことか。いや、そんなバカな。あ、そんなバカなことはありえない。嫌な予感がする。おお、マジか。カウンターが加速してる。どうすればいい？ボックス。マジか。アウロラ、アウロラの意味。オーロラでしょ？青かな？何？なんか適当に切っちゃったんだけど。よかったな、青で。本当に止まったのか？ああ、どうやら今度こそ本当に止まったようだ。マジで。もう切った自分がわかんないみたいな。やったぞ。ヒック。よかった。よかった。本当に。よかった。本当によかった。この仕事を本気でやめたくなってきた。同感だな。それにしてもなぜ青を選んだんだ？何か理由があったのか？いや、何？理由なんて大したもんはないさ。ただ、一人の少女に助けられたな。ん？アウロラがつけていたのは青のリボン。屋敷で使われていたのは赤、黄、青のリボンの色から連想されていたんだが、うまくいってよかった。アウロラのおかげだな。全然覚えてない。しかしジゼルは最終解除にアウロラの名前を使うほどに彼女のことを気にかけていたのか。ジゼルとアウロラの関係は一体？白流し島の悪魔の件も気になる。クソ、犯人が判明した後もわからないことだらけだな。ふひひひ、膝が笑ってまともに立てない。あと少し漏らした。なんかすごい漏らしてる気がするけど大丈夫なの？替えの下着ちゃんと持ってる？もう二度とこんな真似ごめんだな。ナーリいる。この爆弾だが、こいつはもう本当に起爆することはないのか？ああ、最後の配線を切った後、もう爆弾は完全に無力化されているはずだ。切った配線をつなぎ直しでもしない限り、まず起爆することはないだろう。意図的に操作しない限り起爆はしないってわけか。いいだろう。なら、この爆弾を持っていく。はは？池田お前。何言ってんだ？こんなもの持って歩くなんて正気か？なるほど。確かに道理かもな。道理なんだ。私たちの武装は心もとない。少しでも隠し玉があった方がいいのは確かだ。状況がうまくはまれば、ブービートラップの類に利用できる可能性もあるしな。でも、こんなもの持って歩いてたら、ストレスで胃に穴が開いて死んでしまう。ねねこの場合、もうだいぶ穴開いてんじゃないかなって感じだね。頭に穴が開くよりはマシだろ。まあ安心しろ。初めからこいつを持ち運ぶのにお前は期待していない。アレックス、悪いが爆弾はお前に任せる。お前が爆弾運び担当。俺とリールは銃撃担当だ。アレックス大丈夫かな？嫌な予感してたけど、僕がですか？わかりました。なんかもう断れそうにない雰囲気なんで。でも怖いな。リールさん、これ本当に爆発しないんですよね？物事に絶対はない。が、多分大丈夫だ。そこは嘘でも大丈夫と言ってやるよ。それで僕は何担当なんだ？ん？担当か？そうだな。まあ、悲鳴担当だな。悲鳴を上げて皆を不安にさせる担当だ。頑張れ。池田、あまり僕をおちょくると、後で痛い目に見るぞ。冗談だ。ねねこ、お前の能力には引き続き期待している。その知識と記憶力が役立つ時は必ず来るはずだ。その時は頼むぞ。これまでもね、結構役に立ってるもんね。ああ、まあ、そういう時になったら僕に任せろ。大船に乗った気でいるがいい。せいぜい僕の足を引っ張らないようにな。だんだん調子に乗るよね。期待している。お、爆弾の音。ピャー！早速の活躍だな。おい、冗談言ってる場合か。今の音はかなり近くから聞いてくれたぞ。ああ、ひょっとするとこいつは、鉄瓶に仕掛けられていたっていう例の爆弾かもな。アキラが心配だ。現場に向かうぞ。今回はここまでにしましょうかね。なかなか面白い展開でしたね。続きが気になります。それにしても爆弾の解体、うまくいって、一安心ですよ。